これはこの世界のどこかにある。隅っこでひっそり暮らしている隅っこたちの物語。みんななぜか隅っこにいると落ち着くみたいなんです。そんな隅っこたちのそれぞれのお話、始まり始まり。白熊のお話。寒がりの白熊。白熊は考える。もっともっとポカポカになれないか。ポカポカグッズをいっぱい作って、お部屋の隅っこ独り占め。これでもう寒くない？ポカポカ、うとうと、ブルブルブル。生まれた時から寒がりの白熊。いつも一人でお家の中。いつも外は同じ雪景色。真っ白な真っ白な景色。今日も同じはずだったけど、え？誰？訪ねてきたのは旅するペンギン。あるんだって。仲良くなったペンギンはまた次の旅へ。ペンギンの話が忘れられない白熊は、真っ白、雪空、凍える日、ポカポカの海目指して出発。まだ寒い。まだまだ寒い。一人ぼっちの長い旅。あ、あれは？ペンギン？いつの間にかたどり着いたどこかの隅っこ。ちょっとここで一休み。なんだか落ち着く不思議な場所。そこにはペンギン。隅っこで暮らす隅っこたちと隅っこ暮らしの始まりの日。ここは隅っこ。ポカポカの海じゃないけれど、なんだかとってもポカポカの場所。なんだかとってもすごく本当にポカポカの場所。